認めるよ真人俺はお前だ俺はお前を否定したかったお前の言ったことなんて知らねえよってお前は俺だリユ祐ジ俺が何も考えずに人を殺すようにお前も何も考えずに人を助ける俺たちのオンナーとお前らの理性が獲得したソン そんなことにすら気づけないやつがどうして俺に勝てるよ今は違うただお前を殺すまた新しい呪いとして生まれたらそいつも殺す名前を書いても姿を書いてもこの行いに意味が生まれるのは俺が死んで何百年も経った後なのかもしれない、うん、錆びつくまで呪いを殺し続けるそれがこの戦い 役割なんだ